続きまして農林水産省食品製造課、吉田様より、加工食品の輸出促進についてご説明いただきます。それでは吉田様、よろししくお願いいたします。はい えっと皆様こんにちはえ農林水産省で加工食品のえ輸出を担当しております吉田と申しますえ本日はお暑い中皆さんお集まりいただきありがとうございますえっと本日のまセミナーのま触りといたしまして私の方からえ加工食品のま輸出促進についてということでま簡単に現状だけえご説明をさせていただきたいと思いますえまえはい えっとまず、えー、加工食品の、まあ、輸出額はどれぐらいかといいますと、えー、2022年で、えー農,林水えー、農林水産物食品の輸出全体額が約1兆4000億円となっておりまして、えー、そのうち約5000億円ほどが、えー、加工食品4割が占めています。 2030年にはですね政府は輸出額目標5兆円の目標を掲げておりましてまあその達成に向けてまあ大きく寄与するまあ品目ということでいろいろと取り組みを進めています。 次にまああの食品製造業の方々の輸出の取り組みの状況なんですけれども、えー、と平成3年度のまあ調査でですね食品製造業の方のうち輸出に取り組んでいる方というのは約1割ほど今後取り組む予定という方も1割ほどということで。えーまあ 依然取り組まれていない事業者の方がまあ多いという状況です。で、約2割ほど輸出に興味のある事業者の方々が課題としてまあ考えられているというのが、販路開拓のための取引の確保、現地ビジネスパートナーの確保、現地の規制や商習慣に関する情報の入手、現地のまあ規制の対応。 輸出を担当する人材の確保育成などを挙げられています。でまあ、こういったところの課題を皆さんで話し合って解決できたらということでこの GFP 加工食品輸出部会の中でさまざまなテーマを設けて毎年課題解決のために話し合いをしているところです。でまあえーと でえーまあ、そういった、えー、加工食品に特化した、えー、輸出の課題を解決するための、まあ、施策支援事業として、えー、農林水産省では、まあ、この3つの、まあ、事業を、えー、展開しています1つ目はこの、えー、セミナーにあたりますけれども GFP 加工食品部会で、まあ、先ほど申しましたように、まあ セミナー、と、まあ、添加物賞味期限対応の勉強会、えー、等々のセミナー合同相談会を、えー、開催しています。でもう一つ、二つ目が、えー、加工食品クラスター,金クラスター事業といいまして、まあ、中小の食品事業者さんが、えー、輸出に向かうにはやはりいろいろな、まあ、ハードルがありますので、えー、その皆さんがこう主に あのまとまって団体として輸出に向いて取り組んでいただけるようにえまあ海外のプロモーションを共同して行うとかまあロットが少ない時に共同でまあ輸送するようにこうあの輸送のえ開発とかブランドのえまとまった確率とかえ特にまあ大変なあの各国ごとに。 輸出先国ごとに異なる海外の規制情報の収集、対応といった課題に取り組んで、皆さんで取り組んでいただくための費用を支援する事業になっています。で3つ目が加工食品添加物規制対応ということで主要な輸出先国の代替添加物の早見表を作成、公開しています。 まあ今年度は、昨年度は着色料の着色料83物質につきまして、主要な輸出先国10カ国、地域での代替添加物をこう早見表にて検索できるようなシステム、簡単な検索システムを作りまして、食品産業センターのホームページで公開をしています。 今年度は入荷剤等に着手しまして作成をしているところで海外で認められる添加物の切り替えを進めていただけるようにということで行っておりますで。で、えー、こちら本日のこの GFP 加工食品部会の今後の予定を示させていただいております。まず7月には 今日のこの赤枠なんですけれども、加工食品、えー、マーケティング分科会ということで、えー、開催をさせていただいてます。でまあ、大体2ヶ月おきぐらいに、まあ、添加物セミナーとか、まあ、賞味期限包材セミナーとか。 えー、国別の加工食品輸出塾として、EPA、えー、まあ、EP FTA なんかも勉強していただきたいなということで予定をしています、あとはまあ一番上の段になりますが、継続的にまあ先ほど皆さんがこうまとまって輸出に取り組んで、だんまとまって輸出に取り組んでいただけるように、えー、加工食品クラスターを蘇生するための、まあまあ、勉強会といいますか、意見交換会などの取り組みを進めていく予定とまあしています。 でえーとまあ、加工食品クラスターと、えー、先ほどからずっと言っているんですけれども、まあ、どういったまあ取り組みがあるかといいますと、まあ、主に大体こう皆さん4つの取り組みがほ、まあ、他でもあると思うんですけれども多くありまして、えー、と左上の共同での海外プロモーションを行われたり、まあ、共同でえー小ロットをバラバラ輸出するよりも まとめて輸出する方がいいということで、まあ、共同輸送を行ったり左下のブランドの確立に向けた取り組みを行っていたり。 右下が海外規制情報の共有ということで、えー、ま各国ごとに異なる規制に対応するための情報収集と対応といったことをやってらっしゃるのが主なことかと思います。で、えー、こちらのまクラスターの事業がですね、まあ、先ほどご紹介したクラスター事業、えー、緊急支援事業。 をまあ利用されたクラスターの取り組み内容というのをこの下の参考で書いてます URL のところで取り組み事例を昨年度の分をまとめたものがありますのでまた参考にしていただけたらと思います。でまあ、こちらがその各事例なんですけども23ありまして まあ本日9番なんかは本日話していただく愛知県食品輸出研究会の事例であったり17番ですとこちらも本日話していただく木お仕込み醤油輸出促進コンソーシアムの取り組み事例が紹介をしておりますで、えー、と加工食品輸出クラスター、まあ、取り組み事例ということで、まあ、こちら例を載せております、えーとまあ えー、複数品目まあ、単一品目。まあ、それを地域ごとに取り組む、もしくは全国で取り組むといった。まあ,あの取り組みがまあ,あります。えーはい、4つほど載せています。でまあ、こちら。 こちらが先ほどから申し上げているそのまとまって輸出に取り組む団体を支援するものとして今年はちょっともう締め切ってしまったんですけれども加工食品クラスター緊急対策支援事業というのを設けていますこちらが先ほどご紹介した食品添加物の規制の早見表ということでこちらは着色料の 代替添加物の検索早見表のご紹介にまなっています。えっ、ー、とご興味があればまた見ていただけ見ていただいて添加物の代替、えー、検索に利用していただけたらと思います。はい。えー、ではあの私の方からざっとあの農水省の加工食品輸出にまあ、かかるまあ政、えー、策ということで簡単にご紹介をさせていただきました。以上です。ありがとうございます。